こんばんは。こっちの髪がめっちゃもう取れかけてる。こんばんは。お疲れ様です、皆さん。今日さ、メールでさ、大惨事があったからお家に帰りたくないって書いたんだけど、なんとかなりました。 っていうのもね、なんかめっちゃぼやけてるな。っていうのも 私のお部屋の中じゃないんですけど、家の玄関、扉のなんか縁みたいなところに、なんか得体の知れない卵が、虫の卵が植え付けられてて、なんか一箇所気持ち悪いぐらい。それで それに気づいて、今日家出る前に「え、何これ？」と思って、「もう無理無理無理、こんなの放っておけない！」と思って、なんかいらない紙でね、ワシャワシャってやったの。そしたら なんか 中からは何も出てこなかったんだけど、なんか思ったより、なんかね、なんか強力な感じのやつで、もうこんなのちょっと今から処理できないと思って、その時ちょっと時間がもうなかったので、もう放置してお仕事行ったんですよ。もうだから もう帰りたくなかったんだけど、なんとその私がガリガリしたから、なんか多分風で飛ばされて、それで、どうにかなってました 今日風が、そう、何も出てこなかったからよかったんだけど、今日風がね、まあまあ吹いてたから、それのおかげでなんかどっか飛んでってた ガリガリしたやつが。そう、よかった。本当にめっちゃ気持ち悪くてさ、もうどうしようかと思った。帰ってきて、しかもなんかこのドアノブのちょうどガシャって開けるところの、なんかもう右真隣にあったので、本当にね、どうしようかと思った。気持ち悪すぎて。だからさ、なんか秋って虫、蚊がいなくなったりさ、虫がだんだん寒くなるからいなくなる時期だと思ってたんやけど、なんかカメムシやら、なんか変な虫の卵やら、もう本当にどういうことやねんっていう どういうことやねんって感じですよ。もう今から虫おらんくなるんじゃないんかって思って、もう本当に本当にね、嫌だ。早くもう真冬になって活動させたくないやつらに。で、ってなったら私もずっと極寒になると活動ができないから、いい感じにもう、みんな、虫の皆さんは察して、この人間界から姿
姿を消してほしい。あ、本当に気持ち悪かった。まあでもなんとかなったのでよかったです。あ、またなんかいた出てきたらさ、その時はどうしようか。まあまた植え付けられないことを願っておきます。やりやれたぜ、やりやれたぜ。ひげメガネさん、ポーションありがとう。ギフト読んでいくね。ハルキングさん、セブンさん、サルヤマさん、アンちゃん、サンダイナーさん、ヒゲメガネさん、豊中のヒラさん、サッタン、ヘリヤン、タカユ、スライト、ソリオ、ズーミン、ミーくん、ギフトありがとう。ジャボテン、ハルキング、ユキハ、スーチ、ズーミン、ソリオ、クジマサ、オミカン、サッタン、ブン、カタカナのタカ、キョンシー、ケイチ、カウントチャート、ギフトありがとう。クジマサさん、ズーミンさん、アオタカさん、ダースーさん、ジョボテンさん、世紀末の人間さん、ギフトありがとう。セトクラ、ツガ、イワシア、ヒル、ハミヤ、ヒナタ、モンブラン、タカシン、ヒゲメガネ、ハルキング、セブン、ギフトありがとう。でも私が世界で一番気持ち悪い虫の卵だと思っているのはタニシの卵です。ピンクの、本当にあの子らは本当にもう、まあ、害はないけどね、もうずっとする、もうってな見たことある？赤いやつ、あれはもう本当によくさ、小学校の帰、そう、あの子らね小学校の帰り道にさ、なんか田んぼがね近くにあったんですよ。川？なんか用水路みたいなあったんですね。もうそれがさ、もう大量にあってさ、え、何これと思って近づいてみたらすごい気持ち悪い卵だったから、キャーってなったのを今でも覚えてて、なんかその時のタニシの卵だよってなんかおじちゃんに言われたのがすごい印象に残ってて、タニシの卵ってあんなに気持ち悪いんだっていうあの思い出があって、え、待って、ジャンボタニシの卵を食べて中毒してみる、何これ、食べれるの、え、タニシの卵、これを食べる人がいるんですか。冗談やめてくださいよ。え、ジャンボのタニシ、え、そうでしょ、嘘やろ、
成人男性が 10g 食べた程度では即座に影響が出るような毒性ではなさそうと結論付けましたが、絶対に真似しないように視聴者に注意を呼びかけました。コメント欄では体を張るだけでなく誤認や例外を防ぐ慎重なコメントができるところがすごい、素手で触るのもダメってのに食べるのは本当に狂っている食レポ分かりやすい、今日も勉強になりました。え、私が世界で一番気持ち悪いと思ってる虫の卵をなんと食べてる YouTuber の、専門家の YouTuber の方がいました。食べませんよ、食べませんよ。なんで食べることになったのかよくわかんない。今画像で見てますよ世界で一番気持ち悪いとか言いながら全然見てます画像で。あ、画像で見る分にはねいいんですけど、もう実際こう目の前にしたらちょっともう鳥肌が立って止まりませんね。気持ち悪い。おえ、皆さんが私に嫌な嫌がらせをしてきたり嫌な言葉を言ってきたら、私はもうジャンボタニシを投げつける。もうみんなの食事にジャンボタニシを混ぜ込ませるから。なんか 10g 程度では被害はない、影響はないって言ってたけど、多分その何倍も入れたら影響出ると思うので、みんなが私に嫌なことをしてきたらあなたのその飲もうとしてる飲み物食べようとしてる食べ物に混ぜ込みますので、ご注意ください。100g 入れてあげる。シュリリン、グリーン、カジノ本店、吉拓、小地里さん、カルカンさん、ハルキングさん、レフトさん、マナブンさん、瀬戸倉さん、ツガさん、ギフトありがとうございます。テルさん、ギフトありがとう。みんな虫食べたことありますか？虫、私虫を食べたことないんですよ。食べれる昆虫とかあるじゃないですか、あれ食べたことない。蜂とかコオロギとかない？イナゴ？ないです。じゃあ虫はちょっと死んでも食べたくないかも。もう NG バンジージャンプより NG、虫を食べてくださいって。あ、もういいです、もうアイドルやめますってなるNG です。せいちゃん、ハート、よしぽんさん、お花、空飛ぶドラえもんさん、ギフト、イルラサさん、ギフト、ありがとう。東京1068さん、ギフトありがとうございます。
もう絶対無理、もう本当に無理、ガチで私は昆虫を食べてください、このカブトムシの幼虫を食べてくださいとかってなったらもう私はやめます完全引退無理です、絶対 NG、 冗談でも食べないNG です、 NG 出します。皆さんが全然食べる分にはいいです、はい、伝えてますね、伝えてます、私はもうそういったものを食べるんだったらもうダメです、真顔真顔、あ、これ冗談抜きですよ、振りとかじゃなくてふざけてないですイルラーサさん、ハルキングさん、田辺さん、ヘルヤンさん、ジャボテンさん、クジマスさん、ミハヒナさん、オンピラさん、ミキヤくん、ヒゲメガネさん、ヤマショウさん、ターさん、ギフトありがとうございます。まあもうちょっと虫の話はそれぐらいにしときましょう、苦手なことを話すより好きなことを話そう。あれだ、ジャケ写がさ公開されたよ、みんな、私がどこに乗ってるか知ってますか。ターさん、ギフトありがとう。通常版のタイプ B に載ってます。マナブンさん、尊い、ありがとう。右、一番右の右に立ってる人です通常版タイプ B の CD に一番右に立ってるのが私です。表情が良かった。本当ですか、ありがとうございます。なんか君は何を後悔するのかっていうタイトルだったので、あんまりこう笑う系じゃないかなと思って、だからなんかこう後悔してる感じの表情をしてねって言われたので、私はちょっとその先を見据える顔をしました。そう、凛々しい表情をしました。でもいろいろ表情があっていいと思う、みんな凛々しかったらちょっとそれはそれで怖いので、なんか後悔があるけど前に進もうみたいな笑顔もあっていいと思うし、だけど私は自分の解釈的にはなんか深い意味を込めた顔にしたかったので、ああいうちょっと凛々しい顔になりました。おじさんぼマスターさん、ギフトありがとう。つがさん、ありがとう。です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 
です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 。カタカナのタカさん、お化けありがとうございます。じゃあ、下車のあこじめちゃめちゃかっこいい。ありがとう、嬉しい。私は通常版タイプ B の CD のジャケ写に載ってるんですけど、メンバーはリコッチ、石田みなみさん、サーヤン、みちゅさん、私の 1,2,3,4,5,5 人です。5人になります。なんかどういう感じでグループ分けされてるのかは分からんけど、でもなんかなんだろう、まあバランスみたいなのかなんかそこら辺のグループ分けのあれは分かんないけど、でもね、私たちのグループは本当に一番早くて、一番早い撮影チームだったんですよ。もう超朝早く起きた。何時に起きたっけあの日。もうね、朝早起きっていうところじゃなかったね。何時だったっけ。と、あ、0時45分にホテルのロビーに私たちの一番最初の通常版タイプ B のチームは0時45分にホテルのロビーに集合してその後移動して、メイクが1時から、夜中の1時からでした。だからマネージャーさんに前日ね、夜中の1時からメイクだからねってめっちゃ念押しされてはいてんてんてんって返事返してる。この時の LINE やばくない？そう、あの早起きって言ってた日、そう、もう早起きどころじゃなくて、まあ、私は夕方ちょっと寝たけど、なんかほぼほぼオールみたいな感覚でしたね、あの時はそうなんですよ、もはや早起きどころじゃない、ね、日をまたいだ瞬間に、日をまたいでもうすぐにお仕事スタートみたいな、そう、もうオール気分でした。そうだから撮影が終わったのが最終的に何時に終わったっけ、なんか朝の9時10時11時お昼ぐらいまでかかったっけな、10 11時ぐらいまでかかったと思うんですよ。なんでもうその時もう 帰る時一番最初だったチームの人たちがまあ先に、まあ、11時ぐらいだったかなに帰れたんですけど、もうその時移動中の車の中で頭がボヤボヤするってねなんか今何も考えられないみたいな感じであの日は結構ハードでしたね。そう、なんか変なテンションになった。そう、時差ボケの気分を味わった、ああいうことなんでしょうね。でもお昼なのにもう超ボヤボヤして、なんかこう考え事ができない感覚、ああいう感じなんだろうな、
海外とか行って時差ボケ経験するって。こんばんは。ウミガメさん、キヨさん、ギフトありがとう。この日はいや、あんま寒くなかったね。暑くもなかったかな。ちょうどいい感じ。暗闇だった完全に。撮影のスタジオに着いた時は真っ暗だったんですけど、撮影終わって外出た時にもうお昼近くなってて、あ、釈放され釈放解放釈放じゃないわあ、解放された、もうお昼だみたいな。でもさ、これさ、夜勤とかの方ってすごいなって思う。まあ、それがお仕事をずっと続けてると慣れてるのかもしれないけど、慣れてないと本当に大変だなって思う。そうね、釈放って言ったらなんかあれや悪いことした人たちみたいになっちゃうから、違う違う、捕まってたわけじゃなくて、まあね解放解放、あ、解放されたって思ったら朝だった、明るくなってた。いや、もうそう考えると夜中とかにお仕事されてる方はお疲れ様ですって感じだし、でもね、これはメンバーが頑張っただけじゃなくって、スタッフさんももう本当に夜中からヘアメイクさんとか、そのカメラマンさんとか、うん、他にも STU のスタッフさんとか、その現場のね、現場を支持する方とか、まあ、いろいろな方がいたんですけど、本当に朝からいろんな関係者の方がもう早朝とも言えない深夜から、ね、稼働してくださって、本当にありがたいなってって思いながら、私たちも頑張ったけど周りの方も本当に一生懸命やってくださってありがたかったですね。感謝でございます。キヨさん、お花ありがとうございます。こんばんは。なん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 あ、明日届くものが。嬉しい、早い。明日頼んでたものが届く、嬉しい。リコチとお寿司食べに行ったメール好きまた食べに行きました、リコチと。いや、この間かき氷食べに行ったばっかりですよね。最近多いな、
リコちゃんと。ひげめがねさん、しんしんしんくんさん、ハルキングさん、くじますさん、ギフトありがとう。仲良しさんです。リコチがね、すごい誘ってくれるんですよ。私あんまり人を誘ったり、なんかあんまりこう誰かと行こうっていうのがなくって、結構一人で行動することが多いんで、誘ってくれると、誘ってくれたら全然行くんだけど、なんか自分が誘うっていうことをしないからさ。そうだからいつもね、誘ってくれるからありがたい。私何か行きたいってなったら絶対ね、これは一人で行こう、みんな多分そんな行きたくないよねとかって思って一人で行動するのを選ぶんですけどね。学んでるよ。ひげめがねさん、ギフトありがとう。いや、私昔から本当に人のこと誘わないんだよね、友達とか。なんかお祭りとか、そうだった。友達に行かんって言われて、ああうんみたいな、それがなかったら行ってなかったみたいな てかね、今日の撮影ね、めっちゃねいい感じなんですよ。だから楽しみにしててください。何の撮影だったかはいつわかるかな、来月わかるかな。楽しみにしてて。面白いちょっとプライベートのことで面白いことが起きた。あー本当に面白い。あそれより11月から何かが始まるのが気になる。何かが始まる、そう何かが始まるんです何かが始まります。そうなんです。でもみんなにとってはちょっと馴染みがないかもしれないから、ヒントを言っとくと、まあ携帯系ですヒント出しすぎるとちょっと怒られちゃうから、携帯系です。携帯の中でやる系です。ヘリアンさん、花束ありがとうございます。
モンブランさん、ひげメガネさん、トシヤさん、ギフトありがとう。みんなが今持ってる、みんなが今手に持ってコメントしてくれてるその携帯で何かをする系です。まあそれがパソコン、今見てるのはパソコンかもしれませんが、皆さん持ってますよね。 iPhone、 Android、 Xperia、 その他もろもろ携帯を、ご自身の携帯お持ちですよね。その携帯を使って何かをするという、ことでございます。サビヤマさん、ヘルヤンさん、ギフトありがとうございます。まあちょっとここまでにしときます。ここまでにしとくよ。何はともあれ楽しみ。優しい。何にも正体がわからないのに優しいね。何がともあれ楽しみ。ありがとう。可愛いんだけど。決済完了。ありがとう。カラさんギフトありがとう。サリヤマさん、ヘリアンさんありがとう。楽しみにしといてくれ。クレメンス。待って、ドライグじゃなきゃなんでも大丈夫。ドライグ。ドライグちょっと懐かしい。っていうかさ、私毎回思うんだけどさ、そのドライグも。そうだし、なんかナイーブのイベントだったり、レイのイベントだったり、なんかいつもギリギリなところで手が届きそうで届いてないんだよね。だから次の何かイベントがあった時は絶対手が届くように頑張りたいなって思ってる。そう、でもさ、これはさ、自分だけの頑張りじゃなくて、今こうやって配信見てくれてるみんなとか、いつも応援してくれてるみんなの、もう本当にその力があってこそなのだそうなのだよ。だから本当にみんなには感謝だし、これからもよろしくっていうことですよ。そうなのだ。ウミガメさん、いいねありがとう。だから今度こそ何かイベントあった時はみんなで達成しようねっていう、もうリベンジのリベンジのリベンジです。毎回ね、何かイベントある時にね、私は心を痛めるんですよ。こんなに頑張ってくれたのにって。こんなにこれだけ頑張ってくれたのに結果として残らなかったって
回さ、なんかもう本当に心を痛めてるんです。だからそれをぜひ皆さん形にしましょう。そう、実らせましょう。何か次会った時次何かがあった時、もしかしたら何かがあるかもしれないから、何かが待ってるかもしれないから、はい、匂わせまくってるけど、いや、もしかしたらの話ですよ。本当にもしかしたらの話なので、皆さん、あの風の噂で、あ、なんか聞こえてきたっていうくらいで今は思っておいてください。ヨッシーさん、ヤマピーさん、ギフトありがとうございます。年末じゃないですよ、来月の話です。ちゃんと説明会をで説明を受けました。みんなにもこういうことだよって説明できるようにしっかり今日説明会聞いてきた。ピオリンからも何か一言言ってあげて、ピオリン、ほら、来月よろしくお願いします来月何かが待ってるかも。あ、そうだった、ナゲットっていう名前つけたんですよ、この子に。ナゲット、あ、なんかさ、バレーボールしたくなるんですよ、あのピオリンを見たら。ボール扱いしちゃってるナゲットくんをボール扱い、ピオリンアタック、ちょっとやってみるね、ピオリンアタック。
というみんなナゲットくん投げるからナゲットくん。おーいい飛び。ごめんね、ごめんね、そのつもりがなじゃなかったんだ。まだ生きてるよね。ナゲットくん投げたから埃が舞ったんだ。本当にごめんね、そんなつもりじゃなかったの。本当にごめん。あなたのことは大切に思ってるから、あなたのことは大切に思ってる。ごめんね。ナゲットの逆襲ナゲットの逆襲。あはは、目をやられてる。痛い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 。はい、これで喧嘩両成敗。モトさん、ニックネーさん、サリヤマさん、ソリオさん、ジャボテンさん、ギフトありがとうございます。大丈夫、さっきあのナゲット君を投げたから、本気でアタックしたから、私には近々バッチが当たるので大丈夫です。人生そういうものです。何かを投げたりボール以外のものを投げた人にはボール以外の何かがぶつかって怪我する羽目になるので、私はもう罰を受ける準備ができてます。世の中そうです、因果応報です。そうそう、目には目を、歯には歯を。バオバブさん、お花ありがとうございます。Thank you.
でもさ、本当にさ、自分の行動自分の行動って鏡だと思う。自分がすごいこう、なんか、なんだろう、自分で自分を好きになるような行動をとってたら、本当に周りの人とかにこうよくしてもらったり、でも私がちょっとでもこう感謝の足りない行動をとったりしてしまったら、なんかこうないがしろにされたりとかするから、やっぱり本当に自分の行動って鏡だと思う。だから私もいつか誰かに アタックされる日が来るんだと思います。こんばんは。別の意味でアタック なんかさっきからすごいこう、いい感じのことを、みんな面白い感じのこと言いますね。今日行ったお寿司屋さん、本当にね、楽しかった。ネタを選べれるんですよ。自分の好きなネタを、なんかこれのせてください、これのせてくださいみたいな感じで書いて、それをお願いしたら、乗ってくるんですよ。なんかカウンターのお寿司でもないし、回転寿司でもないっていう、なんかその場で、並んでて、お刺身が、お刺身？ネタが並んでるんですよ。紙に書いてそれを渡す感じ。面白かった。そう、10巻、6巻から頼めるんですよ。6巻、10巻、14巻みたいな感じで。で、その自分の好きな組み合わせにできるから、カスタムできるんですよ。10巻とかだったらタコ、卵みたいな。もう本当に自由。美味しかった。また行きたい。なんか回らないお寿司だったらちょっとお高いじゃないですか。あと少し敷居が高い感じだから、でも回転寿司に、まあ、行ってもいいんだけど、まあ、ちょっとそのいつもと違う楽しみ方をしたいなっていうので、そのね、選べるお寿司屋さんに行ったって感じ。バオバブさん、アオッチさん、マサキさん、さわやかさん、ジンジンさん、アオタカさん、バオバブさん、オットさん、ギフトありがとう。そういうこと。ネタが違っても値段同じです。
面白かったな、カスタムできて。あと今日はいい、発見ができました。このジャスミン茶が美味しいっていう。ジャスミン茶めっちゃ美味しいんですよ。他のジャスミン茶と違う。これちょっとハマりそうです。うん、やっぱり美味しい。あのこのジャスミン茶ともう一つね、黒豆茶に最近ハマってて、黒豆茶本当に美味しい。でこのジャスミン茶はなんかね、今まで飲んだ中で一番美味しい。藤本さん、タコありがとう。ジャスミン茶ホット美味しいよね。でも私さ、麦茶のホットめっちゃ好きなんよね。普通になんか麦茶って夏のイメージやんか。でもね、冬に麦茶をホットにして飲んだらめっちゃ美味しいんよ。結構温めて飲んでる。普通に美味しい。うん、なんかさ、氷入れてさ麦茶飲むイメージやんか、夏。でもね、あえてホット麦茶にして飲んだらね、ほんまに美味しいんよ。ほんまやで。今度試してみて。今メールを送ってます。この写真送ったっけ、さこちゃんとの写真。一回送ったかもしれん。やばい、時間が来てしまう。おやすみ。よし、間に合った。母さん、尊い、ありがとうございます。まさきさん、せいちゃん、豊中のひろさん、みきやくん、ハイキーさん、バオバブさん、あおっちさん、ギフトありがとう。間に合った。え、送ったことある写真送ったかもしれん。皆さんのもとに届くと思います。
5分後ぐらいに届くと思います。ケイチさんハートありがとう。同じだったとしては間に合ったから偉いよ。優しい優しい。なんかさ最近涼しくなってきたからさ、なんか本当に人の優しさってあったかいなって思ってる。なんかその人からの優しさのぬくもりに温かさを感じてる。気温が低くなってくると優しさすらもう回路のような温かさをね感じるんですよ。スライトさん可愛いギフトありがとう。瀬戸倉さんギフトありがとうございます。優しさは温度ですよ。私の中で熱を持ってます。優しさは、優しさとは。愛護人の人柄を後輩にも知ってほしい。サンキちゃんと、なんかもっと接する機会が増えたらいいんですけどね。なんかないよね。接する今のところないよね。なんか機会があればいいんだけど。ゴーさんお花ありがとう。あればいいんだけど。なんかイベントとか。絶対いい影響。どうなんだろう、わからん。いい影響を与えられるのか。白袋さん可愛いギフト。ありがとうございます。ベネラナさんハートギフトありがとう。最初戦場劇場に忘れ物をした時みちさんから受け取った話が聞きたいです。何それ、戦場劇場に忘れ物。違うメンバーじゃない。源田さんだるまありがとうございます。
仕事終わった、疲れた、お疲れ様。え、今日めちゃめちゃ火曜日、平日お疲れ。みんなお仕事お疲れ様。ウミガメさん、かわいいギフトありがとうございます。さんから手渡しされませんでしたか。違うメンバーじゃない。ひげメガネさん、バオバブさん、ギフトありがとうございます。明日ブログ投稿だ。そうだ、ムーさん、尊いギフトありがとう。なんかね、このマイクの充電器失ってるんですよ、今。どっかにあるはずなんですけど、どこかにあるはずなんですか。まだ残ってんのかな、電池。もう残ってない、電池。あ、これで、これで充電できるかも。別にこれ専用じゃなくても、違うやつでも形がはまったらいけるんだ。あ、充電できた。久しぶり。おめでとうございます。これで繋がってないと思います。接続切れたと思う。こなっちさん、たこちゃん、ありがとう。
疲れ。でもさ、この充電のコード短すぎてさ、ここしかさ、今ここでしか声を出すことができない。あ、そう、そういうこと。別にあのね、アップにしたくてね、ここにいるわけじゃないんですよ。ここに充電コードがここまでしか伸びないから、ここにいるっていう感じです。でもさ、これカラオケで使えないんですよね。ショールームのカラオケでさ、このマイク使って歌いたいけどできないんですよ。だから今充電したはいいものの、ちょっと腰が痛いから、これはちょっと今日やめとくね。モピラさん、シュリリンさん、青高さん、コナッチさん、クジマサさん、ギフトありがとう。またの機会で。そうしましょう。今日もカラオケしたいな。何歌おうかな。カラオケしてもいいですか。引っかかった。よいしょ。また好きになっちゃうだろう。今日も歌うんですか。今日はしっとり系にしたいと思います。昨日叫んじゃったので、ちょっと迷惑なので叫んじゃうと、だからしっとり系にします。
ちょっとしっとり系なので皆さん寝ないでくださいね。「どうにもかくにもここへ来い」「男も女もゲイも老いも若きも問わないよ」「集合」「嫌なことがあっても今日だけは忘れてしまおう。眩しい太陽の下、ノリノリで行こうよ。これが STU フェスティバル。みんな一緒に大きな声で歌おう、歌おうぜ。振りを真似して踊り明かそう。髪振り乱し汗かいて生きているってことを体で感じようぜ。たかがアイドルなのにこんな熱くなれちゃうのはなぜだろう。いつも何かを抑えて狂気よく暮らしてるから、心を解放させて思いっきり自由に。これが STU フェスティバル。ミックスを打てよ。恥ずかしがってもったいないだろう。推しのメンバーそうじゃなくても名前呼んだり拍手して、さあ楽しいこの時間、会場を一つに。ああ最高じゃないか。頭を空っぽにできて、ストレスの挟んだこれが STU フェスティバル。みんな一緒に大きな声で歌を歌おうぜ。振りを真似して踊り明かそう。髪振り乱し汗かいて生きているってこう感じようぜ。 Yeah 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 ありがとうございます。しっとりソングを聴いていただきました。
みんなのえっていうコメントが面白かったわかったよ。しっとりしたやつ歌うよ。体重を守りたい制服を脱ぐまでは生まれたあの日のまま夢を見る回数が減って大人になってゆくなら
懐かしい。10時半か。じゃああと2曲ほど歌ったら配信終わりたいと思います。何しよっかな、何しよっかな。意外にマンゴー歌おう。
暗い夢の中でずっと預けるな。久しぶりに歌った。このさ、意外にマンゴーさ、私がさまだ STU 入って間もない頃にショールームで何をカラオケ歌ったらいいですかって言ったら、意外にマンゴーをあのねリクエストで目つぶってコメントをコピって飛べた時にたまたまこれになったんですよ。よく考えたら何も知らない私にこの意外にマンゴーを歌わせるとは本当に本当に私が何もさ知らないと思ってさ、純粋でさ、まだあのアイドル始めたばっかりのさあ、わかりました、意外にマンゴーですね、じゃあこれを歌ってみますとか言って、あの8月と課題曲にしてこれを覚えるまで歌うっていうことをやってたんですけど、あの時は私はもう本当にみんなの言うことに全部従ってきたから、今も純粋なんですけど、あの時は何にも言い返さなかったから何もその言い返さない私に、意外にマンゴーいいと思うよって言ってリクエストした誰か覚えてないけど本当にさ、私があの時、え、この曲歌うんですかとか言わないと思って、意外にマンゴーをリクエストした、ちょっと誰か忘れたけどさ、よう、あの時の私によう、リクエストをよくしてくれたな。今はさ、よく言い返すけどさあの時はもう本当に言い返さなかった、何にも。じゃあ次こそ、次で最後にします。次の曲で最後にするよ。
からのカーテンを開けてば、降り注ぐ夏の太陽、目の前に広がる真っ青な海、背中から抱きついた君さ、恋は神様の気まぐれ、顔を近づけて、アイスの口づけ、なぜだか甘くて冷たくて、胸の奥のどこかがキュンとした、アイスの口づけ、ちょっぴりぶどうの味がした、凍った果実を食べていたんだね、無邪気に笑い転げる、そんな君が愛しい。じりと火に焼いた肌は、一緒に過ごした時間、カレンダーめくって帰ると言った、わがままが君らしい突然、僕はどうしてと聞けずに拗ねたふりをした、アイスのときめき、ハートがリプレイしているよ、さっきよりも切ない夢になる、アイスのときめき、ごめんね、いたずらしたことをなだめるみたいに、僕にハグをして、一人で部屋を出て行く、そんな君が愛しい。このように自由で誰にも止められない、アイスの口づけ、なぜだか甘くて冷たくて、胸の奥のどこかがキュンとした、アイスの口づけ、ちょっぴりぶどうの味がした、凍った果実を食べていたんだね、無邪気に笑い転げる、そんな君が愛しい。ありがとうございます。アイスの口づけ、私アイスの口づけね、夏のツアーでやりたかった私が夏の全国ツアーでやりたかったのは、なんかね、私なりに考えてたセットリストがあるんですよ。
ちら勝手にツアーのセットリストを考えて1曲目は本当に私が本当に本当に勝手に考えたやつなんですけど、1曲目はヘビーロテ、その次にサングラスデイズ、ヘビーワンツーワンツースリーフォンタダチャ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 、その後にそれでは早速次の曲に行きましょうって言って、あの坂道 AKB さんの初恋、ドゥルルドゥルル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 、夏に会いましょう、ドゥルルドゥルルルルルルル、海で会いましょう、ドゥ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 、君を知っていたよ、ずっと前から、ずっとだだ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 だ、これを歌った後は次はあのショールーム選抜で好きの種っていう曲があるんですけど、その次は好きの種、そうただのただの好きの種ただの種、めめめめが出るか、花が咲くか、恋になるか、簡単に好きと言えないよ、僕はそんなに軽くない、ちゃんと土の中で育てたいんだ、そしていつかはみたいな感じで、その次にあのアップカミングガールズさんの、ひと夏の出来事、歌って、それで一旦終わり、また3曲で終わりで、その次にユニット曲に入って2人乗りの自転車、タタ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 、これを歌って次が心の端のソファ、朝まで付き合うよ、眠れない夜にはで、次にあのイノセンス、抱きしめて抱きしめて、まあもういいの、でその次に恋愛被害届け、ドゥン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 、タタ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 、チャ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 
てててててれてうう好きなんだ僕はつぶやくこの胸の熱い気持ちの後にプライベートサマーっていう曲が入るで次波が伝えるものっていう曲が入ってで次が、真夏のサウンズグッドでその次がエブリデイカチューシャで一旦終わってで一旦本編終了一旦本編終了ですでアンコールでズンズンズンズズズドゥレッテルドゥレッテルあれっきりがあって次に君と虹と太陽と君を守りたい僕の腕の中でその次に永遠より続くようにで最後に息をする心で終わるっていう私なりのもう個人的な理想のセットリストでした。え、めっちゃ良くない？瀬戸に最高じゃない？もう全部ぶち上げ全部ぶち上げそう、AKB さんがね、なんかね私の好きな曲で選んだら AKB さんが多かった。そう、夏感満載を取り入れた私の瀬戸はちなみにこれで何曲あるっけ？19曲です。でもね、永遠より続くようには君と虹と太陽とでちょっと迷った。これなんか同じような感じだから、サステナブルの後に永遠より続くようにをして、その後息をする心もいいな、でもいいなって思ったんだよね。アイコジプチソロコン、アイコジプチソロコンの秋開催するのありですね。ちなみに私がこの夏の瀬戸利をすごい勝手に考えて時にこの波が伝えるものを歌いたいなって思って、実はねこれを中心に考えたんですよ。いつもこの砂浜トゥ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 
タタラ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 タタタラルド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 ルっていう私の理想と願望と想像と妄想と思いが募って勝手に作ったセットリストでした。それでは11時になるのでそろそろ終わります。13位ターさん、12位ハイキーさん、11位ソリオさん、10位バオバブさん、9位トシキさん、8位ヒゲメガネさん、7位ヘルヤンさん、6位ジャボテンさん、5位ガントチャートさん、4位ウミガメさん、3位クジマスさん、2位カタカナのタカさん、1位はシロフクロウさん、ありがとうございました。秋祭りのカラオケセットリスト考えるのいいですね。時間があったらまたカラオケします。今日も見に来てくれてありがとうございました。なんか目がめっちゃ乾燥してきた。バイバイ。